はい、じゃあ今からカットします。レイジャーっていうのは私たちは大変なんだけどさ、分かるんだけど、はい、だけどうちの社長見てああいう細けいのいねえよ、ほんとに。まあ、従業員だってもう、いたってそれを数をやめさせるっていうんじゃなくてさ、はい、時間をずらしてとか、または休まってとかって、こういうことばっかり考えてるんだよね。あで、今朝だって大さんと青井君が、電話とかしたんだけど、ダイビングの方で来るからって、これ今日休みだね。はい。そういうことしてるのね。うん。